任務開始。各機作戦通りに行動しよう。 UNF と連携して敵を殲滅する。 早くエレベーターに乗って上へ。 エレベーターが残骸に引っかかってる。早く取り除いてくれ。上り続けろ。アニメじゃない、本当のことだ。せてくれるぜ。これ以上抵抗するんじゃねえ。避けられないか。任せて。自動砲台の識別機能を修復した。これでもう味方を撃つことはないわ。敵接近中。持ちこたえて。あれが指揮機だ。確実にしてみて。あなたはこのまま進んで。本エリアの掃討を完了した。引き続き前進する。この砲台を何とかしなきゃ後続の友軍が甚大なダメージを。敵の砲火が激しすぎる。中継ステーションは俺らのもんだ。エリア3の戦力が不足している。至急増援を。敵砲火に注意。バンカーを使ってやり過ごせ。技術者がテロリストに監禁されている。前方の制御室だ。ここは砲台が多すぎる。通れない。な。ここはもう持たないか。こいつらは全員処刑しろ。タスクフォースはまだか。どうすればいい。助かった。ドアがロックされた。敵機接近。専用室を守れ。優先して技術者を救出しろ。次はアデレード号を取り戻すぞ。ハルサ、こっちだ。スキャン結果によるとアデレード号のクルーはテロリストに捕まったみたい。まずは外部の敵部隊の排除をお願い。その隙にタスクフォースが船内に潜入しクルーを救出する。了解した。タスクフォースが船内に突入。セクネの制圧が完了。よくやったわ。これで港は大丈夫そう。セクション、直ちに移送の状況を確認。また外部との通信回線を遮断せよ。一足先に UNS との合流地点へ向かえ。キルナ中尉とジョ大佐が待っている。に集中攻撃だ。失神するな。撃て撃て撃ちまくれ。各員よくやった。傭兵と出会えたら作戦通り別行動に移る。その子はこの場で陣形を組め。敵は一匹たりとも見逃すなよ。起動してくれればいい。あとは技術班がやるわ。了解した。一番制御装置を起動。2番制御装置も起動した。口で済むと思うなよ。あいつを始末しろ。3番制御装置を起動。これで最後。現在の重力は 0.5G で安定している。あとは任せた。キルナ注意。スターゲートの制御室が支援を要請している。ライダのエリアで合流し。大佐、突撃艇の準備が整いました。よし、スターゲートの制御権を取り戻すぞ。全員突撃。戦闘距離まで3回進め。代価を払っても構わん。全速前進だ。前方に高エネルギー反応。敵回避しろ。気をつけろ。これはただのビーム兵器ではない。うわ危ない。止まるんじゃないぞ大佐。たどり着けたのは俺たちだけか。大佐の犠牲を無駄にはしない。制御室はすぐそこだ。何？他の軍神の星明かりのもと、戦人たちの罪はあがなわれん。我が名はポリスタン・アレキサンダー・クルーザン。これ以上汝ら地球の犬ども、アテーのマサゴを怪我させはせん。びなり。重力装置が破壊されたか。あの大型機を取り囲め、包囲攻撃だ。我を討ちとて審判への時が止まりはせん。お前の罪は連合の軍事法廷でじっくり清算するがいい。敵機を確保、パイロットを拘束しろ。